ボンジュールバンドリー。皆様こんにちは。こんにちは。バンドリー青山本店菊池です。バンドリーセールスアドバイザーの大修です。本日のテーマは、夏といえば、リネン T シャツ。はい。ということで、はい、ご紹介いたします。僕、バンドリーさんに、ご一緒するまで、はい、リネン T シャツってね、ほぼ見たことなかったです。はい、はい。どのぐらいですか？結構昔からですか？そうですね。でもこの同じ混率っていうか、まあ、今日ご紹介するのは、はい、リネンがメインベースなんですけど、ちょっとコットンも入れた T シャツですね。はい、この同じ素材は先シーズンも展開した。展開したと。はい。T シャツっていうと、ね、夏、日本の夏は T シャツでも暑いですけど、リネンが入るとね、もう抜群に涼しいのと、うん、速乾性とかそういう快適な素材であるというのと、はい、あとはね、カシミヤとかと同じで、やっぱり天然繊維らしいこの風合いですね。そうですね。と、お色出しというか、はい、色出しとかもいいので、うん、がっちりこれ、夏の本番のアイテムですので、はい、ご紹介したいと思います。はい。はい、まずですね、こちらはなんと今季一番カラーバリエーションが豊富なんですよね、うん、で6色展開とあとサイズも XL までの S から XL までの4サイズ展開しておりますね、はい、まあ、今日私はテラコッタを着てまして、はい、佐坂さんはまあベージュですね。ベージュですね、うん、まあ実はこれ去年のあそうから展開、まあ、去年から展開してて、はい、ちょっと触ってみてくれ。ああこのもう物自体が去年から着てるものってことですか？まあちょっとスベスベしてる。あそう滑らか。だからこれ最初多分店頭で触るとまあ、はい、まあこれリネン特有のそうです、ね、やっぱりこうちょっとダラっていうか、はい、リネンの風合いと、うん、まあコットンがこれ44、リネンが56っていうリネン勝ちのリネンコンなんですよ、はい、そうですね。やっぱりリネン勝ちのリネンコンっていうのは、うん、やっぱりなんかちょっと希少なんです。はい、まあ、コットンを入れることによって安定感とかもありますしね、うん、はい、このリネンのちょっとシャリッとしたというかドライな風合いと、まあ、やっぱりこうコットンの T シャツと違ってやっぱりこう奥行きっていうか深みがあるんですよね、うんうん、このリネンのシャツでもそうですけど、やっぱり去年の猛暑、そうですね、暑いですもんね。やっぱりもうなんかシャツといえばもうリネンシャツ、今年は結構このリネンコンのニットティーを推してるんですけど、うん、チル、はい、あれも実はリネンコンでやったんですね。素材は同じで、はい、まあ、チルチラックスチリングのレタードを入れたアイテムもありましたね、はい、確かに。まああれは早かったですね。もうはい、大人気です、はい、で、まあリネンはまあ見た目のこうちょっとオリカンというか色がこうまだらっぽいマーブルっぽくなってるのがその特徴。そうですね、まあメランジというかちょっとこう同じソリッドでもやっぱりちょっとこうなんていうの、深みとか表情があるんですよ。ありますね、着心地もいいんですけど、でもやっぱりちょっとこうリネンのゴワッとしたのがタッチがね、そう。だそれがさっき触ってもらったように、本当にこれね、これねっていうか、はい、洗っていくうちに、はい、こう滑らかになってくる。リネン特有のさっき大塩君も説明してましたけど、リネンの特有のこう素材の特性というか、はい、やっぱり正直言って家でやってるニットティーはコットン100で、はい、まあ、洗濯機でガンガン洗っても全く蓄力とか変わらないんですけど、リネンはシャツもそうなんですけど若干詰まります。そうですね、でもそれが目がしっかりこう詰まってくるんですよね、うんうん、でその分こう洗っていくうちに本当これ滑らかなんですよ。だからちょっとリネンがガサついてあんまり得意じゃないっていう方も確かにこう去年から着続けてる感じはまあ滑らかさというかいい意味でリネンの粗さはそがれて滑らかなタッチになってますね。だからこう洗濯した後にやっぱり形を整える意味で多少こうちょっと伸ばしながらパンパンっていう、はい、まあ、あとはスチーム当ててっていう風に洗濯後の手入れしてもらえれば、少し加えるだけ で、ね、いい形でキープして、はい、うん、着られます。サイズ感も僕今これ去年の L なんですけど、うん、まあほぼほぼ今年の方が若干サイズ大きくしてます。あ、なるほど、はい、色がですね、うん、まあ、サバさんベージュ、私テラコッタで、ここのちょっと鮮やかなブルーがパンジーという色ですね。ちょっと明るめのね、はい、あとピンクと、はい、チャコールグレーと黒の6色ですね。まあナチュラルなこうアース系のカラーで、はい、やっぱり白もとともにも合うと思います、うん、僕が XL を着てみました、はい、
185センチの、73キロ。はい、まあ、僕で XL で、まあ、ジャストですかね。そうですね。はい、なんか、やっぱり、明らかに綿の T シャツとは違う軽さと、はいはい、あの、これ室内なんで風吹いてないんですけど、なんかもう風が通ってるのが。まあ、見た目にももう軽さ、色はこれチャコールなんですよ。うん、でもなんかすごい、なんか、軽さを感じます、ね。涼しいですね。はい。夏でもすごくいいですね。はい。あの、リゾルトのホワイト。あ、そう、リゾルトのホワイトをちょっと今日買ってみました。はい。大人のジャストサイズってなるとこういうサイズ感なんじゃないですか。はい、上も、うん、上も、ちょっとコンパクトで、はい、パンツも、ジャストサイズ。うん、で、あの、黒のローファーが入ってますけど、エスパドリルとかね、そういうの履いてもかっこいいと思います。なかなかやっぱりこう、リネンの T シャツっていうのは、はい、さっき大志田君も言ってたけど、うん、やっぱり綿ってオーソドックスで、はい、まあカットソーにしても今ニットティーってね、当たり前のようにありますけど、リネンのニットティーって、うん、ただ、以前うちを TikTok で紹介してくれたイタリアの人いたじゃん。はい、あの彼が、今年はこのリネンコットンの T シャツを結構いろんなハイブランドから、うん、イタリアだけじゃなくてフランスのブランドとか紹介してるんですよ。で、リネン100じゃなくてリネンコットンとかリネンシルクのコンボをやっぱり押してましたね、うんうん、ということはだから結構いろんなブランドやっぱり今年リネンコンの T シャツやってるんですよね。特にやっぱ日本の夏はあのかなり暑いですので、はいね、外国の人が言うように湿気もすごくやっぱあるので、うんうん、このぐらいのドライで通気性があるものはすごくいいですよね。そうですね、はい、日本でも去年なんかシャツでも本当にリネンが売れて足りないって言ってたぐらいだし、はい、うんうん、で今年もやっぱりシャツももちろん多いんですけど、やっぱこのリネンのニットティー、そうですね、これは注目してほしいと思いますね、はい、でこれの上にですね、はい、さっき見つけたのが、はい、これすごいですね、なんかメッシュ状のシャツ、はい、半袖ですよね、これをちょっと着てみたいと思いました。去年、はい、7月でうちのこのお店で展示会ちょっとやったんですけど、はい、その時にまさにこのコーディネートをしてそのまんまおろしでつけてくれたところはそんなになかったんですけど、うんうん、ある方がこれ気に入ってくれて、はい、個人買いしてくれたりとか、やっぱりこの組み合わせ、さすがにこのなんていうのメッシュを1枚で着るのはさすがにこうハードル高いというか、うん、着てない感覚ですよね、うん、ちなみにこのメッシュのカーディガンはリネン100なんです。あ、リネン100、はい、じゃあすごい涼しい、まあ、これだけ、まあまあこれだけ歩いてますからね。いやでも、はい、本当に風が通ってる感じがするのと、うん、やっぱり前回同様に、うん、大人の夏のスタイルっていうのは、うん、やっぱ何か一着襟がある方が気持ち的にも落ち着くというか、そうですね、カジュアルすぎないですよね、はいはい、まあ、このニットシャツっていうか、まあ、これはもう本当に羽織物、うん、ただ本当に焼けてきたら一枚でも着てもいいですねって、あ、なるほどね、出ましたけど、いいね、まあ、こういうちょっとレイヤードをするためのなんかアイテムね、はい、ちょっとがっちりした人はタンクトップでもいいと思うし、うんうんうん、やっぱこうやって着るとアイテム数が、はい、まあ、夏でもやっぱり上に 2枚あるとコーディネートの充実感っていうのは全然違ってくると思いますので、なんか、ね、これあの白とかもあるのでこうシンプルに着てもいいですし、あと他の色は白と、はい、あとマスタード、マスタード、はい、はい、黄色みたいな色です、ね、そうですそうです、はい、3色あるので、あのインスタでもね登場すると思いますので、うん、そちらも、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、ゴシアさん、ゴールデンウィークはどこかに行かれましたか？はい、2日間は、はい、あのカタマランのモダン会で店頭に、ね、はい、立っていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、お越しいただいて、2つやったことがありまして、1つは肌の露出増えるんで、はい、玉川で日焼け、あ、はい、おっしゃってましたよね、はい、玉川の某所であれショーツ1枚で、お、上も上も上半身も全部浴びて、はい、全部浴びて日焼けで夏の準備と、はい、あとは最近始めたプラモデルですね。あ、はい、あ、確かにインスタ拝見しました。車のプラモデルやってるんですけど、はい、まあ、ちょっと10歳ぐらいの時よくやってたんですよ、はい、手先は僕器用なんですけど、はい、まあ難しかったですね、もう全然、最初の1時間で2パーツつけられたぐらいで、はい、なんかちょっと久々にやるとちょっと勘が鈍ったのか、もうちょっとなんか、ね、目がね、目が見えない、なんかね、老眼？いや、なんだろう、もうステッカーとか、ほんともう1ミリぐらいのステッカーとかあるんで、え、なんかピンセットとかのやつですか？はい、あ、へぇ、でもそれとかも全然もううまく見えなかったんですけど、はい、なんとか完成までは頑張りたいと思います。あ、じゃあまだ途中なんですか？途中です、はい、そうなんだ、っていうゴールデンウィークを楽
しいんだっていう。なんか皆さんのゴールデンウィーク、なんか今年やっぱすごい人出多かったし、そうですね、表参道もすごい人だったって来てくださるお客様がおっしゃってました。なんか一応僕プラモデルも大人の趣味だと思ってるので、はい、なんか皆さんのこう大人の過ごし方みたいなのを聞いてみたいので、その辺もあのよかったらコメント欄にいつも見てますので、はいはい、入れていただければと思います。はい、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました、はい、それではまた次回お楽しみに、はい。